そろそろ休憩しませんか？この子ならいけます。ただいまより投票受付を開始します。歴史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはドローンまでやりましょうか。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。先頭に立ったのはラッシュ、そして2番手に片野は引き、11番黒い馬体シャドウゲート、ワイワード、10番シーザースターズシリウスベズエングル、そしてその外にバラヌール、それからもう1頭、4番ノットナウケイト、その後ろでやりましょうか。7番フェイスフルサン、デビッドジュニア、3番ミリタリーアタック、1番後ろにバビーシ、前でやりますが前、これが先頭、8番カタノワイキキでやります。そしてその後ろからシャドウゲイト、前前での競馬、ワイワードとシャルネキシュ、2番ラッシュ、ほとんど馬体が合っています。シーザースターズちょっと離れて、1番シリウスベゼーグルでやります。その外からは4番ノットナウケイト、バラヌールが、その後ろ、その内からは7番フェイスフルサン、ちょっと離されましてデビッドジュニア、その後ろ3馬身くらいあってミリタリーアタック、しんがりからバビーシでやります。依然先頭8番カタノワイキキでやります。さあビッグベンを左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。大歓声に迎えられて、カタノワイキキ先頭ラッシュ懸命に追う、8番カタノワイキキがまだ粘っている、ラッシュが2番手、先頭は8番カタノワイキキ、ラッシュがかわした、外を通ってバラヌール、先頭安藤とラッシュ、シーザースターズ先頭1着シーザースターズ、2着はラッシュ、3着バラヌール。次は頑張りましょう。1着当番、2着2番、3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。